者目線。ここからは取材を続けている平田記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、これは IR 計画に暗雲というニュースが入ってきましたね。はい、会場の夢洲というところでは、万博が来年開幕されるということなんですけれども、これまで、ちょっと建設費の増額が続いていたり、またメタンガスの問題があったりと、少しさまざまな課題が指摘されていたんですが、この会場ではですね、万博だけではなく少しこの IR というところにも暗雲が立ち込めているということなんです。どういうことかと言いますとですね、今 IR をめぐって最悪の場合白紙になりうる事態になっているということなんですね。この IR というのはですね、年間の経済波及効果、これ1年でおよそ1兆1400億円程度にもなるというふうに言われています。またこれを目指して周辺のインフラ整備なども進めてきた中でですね、今一体何が起きているのか。そもそも平田さん、この IR というのはどういった計画で、どういうふうなスケジュールで進んでいく予定だったものなんでしょうか。まず場所から確認したいんですけれども、こちら大阪の人工島夢洲です。この万博会場のすぐ北側で今整備が進んでおりまして、2030年の秋ごろに開業する予定で、現在計画が進められています。ここではですね、カジノとか、国際会議場、そしてホテルなどが統合したリゾート施設というものができる予定なんですけれども、ここに来て急遽万博のですね、国際的な機関のトップである、ケルケンツェス事務局長が万博の期間中は工事を中断をということで、少し事態が少し危うくなっているということなんですね。スケジュールなんですが、こちらですね、去年の12月から実は簡単な工事というのが進んできていまして、液状化対策の工事ということで、もう現在始まっています。こちら大阪市がすでに255億円の費用負担というのをして工事が進められています。さらに今後の予定としましては、今年の夏頃に準備の簡単な工事が着手される予定で、その後万博が開幕する来年4月頃には建設工事が本格的に着手すると。そして2030年夏頃に工事が完了して、2030年の秋頃にですね、開業する予定というところで、このスケジュールというのはもうすでに国が認可をしているというものなんですね。国際機関のトップであったり万博協会側が、期間中は工事を止めてくださいと言っているんですが、一方で、IR を進める大阪市側は、いや IR の工事を止めろというのはおかしいだろうと言っているんです。私大阪府の幹部に取材したんですが、こういう声が聞かれました。なんで今更なんやという声です。これどういうことかと言いますと、今年6月にですね、万博の参加する国々が一堂に会する国際会議というのがあったんですが、どうもこちらでですね、日本の万博協会の担当者がですね、この国際機関のトップに対して、いや、万博期間中も横で、こういった IR の工事が行われる予定なんですというのをどうもお伝えしたらしいんですね。その時にこの国際機関のトップは、いや私はこんな話は聞いていないというふうに、ちゃぶ台を返したというような事態になったということみたいなんです。これを受けて万博協会側もですね、やはりその景観の悪化であったりだとか騒音問題がですね、こういったのがですね、参加する国々から苦情が来たときに、これ外交問題になりかねないというふうな懸念を見出しまして、大阪府や大阪市に対して万博期間中に IR の工事は中断してくれませんかという話をしに行ったということなんですね。ただこれ大阪府市側にとってはですね、万博期間中に IR の工事をするということ自体、もうこれそもそも国が認可していることでしょうと、工事の騒音というのもある程度で抑えられるというのは検証が済んでいるし、これそもそも開幕中っていうのは万博会場の方がうるさいぐらいですよと、こういうふうな声も聞こえているんです。で、先月25日ですね、万博協会のトップである徳良会長と大阪府のトップである吉村知事が協議をしたんですけれども、こちらでは結論が出ず、今先延ばしになっているというような状況だということですね。国の認可が出ているんですけれども、じゃあ国って今どういう立場なんですかというと、国はだんまりしているということなんですね。これには大阪府の幹部も、本来これ国の認可しているものなので、国がもうちょっと調整してほしいんだけどというような嘆きの声というのも聞かれているような状態なんです。平田さん、もしではその万博中にこの IR の工事が中断したとなったら、この後この流れというのはどうなっていくんでしょうか。関係者にですね、取材をしたところですね、もし仮に万博期間中工事を止めたとすると、大体追加で数百億円規模の追加の負担と費用負担というのが必要になってくるだろうと、さらにこの開業というのもですね、
半年では済まずですね、1年強ぐらいこれ先延ばしにしないといけないではないかというふうな状況になりうるというふうに話していました。これこの後こうどういうふうな問題に発展していくんでしょうかね。まあ、先ほど開業の延期とか、まあ、追加の費用負担みたいな話も出ましたけれども、まあ、これが最悪の場合ですね、先ほど申し上げたこの白紙になるということもまあり得るということなんですね。それがどういうことかと言いますと、今ですね、事業者と大阪府市の間では解除権とこういうものが今結ばれているんです、うん、これ何かと言いますと、はい、去年9月にですね、まあ、実施協定という、まあ、こういうふうに進めていきますよという契約が大阪府市と IR 事業者の間で結ばれたんですが、その際にあるまあ7つの要件というのがありまして、この条件が整わなかった場合はIR 事業者側が違約金なしで撤退できますよという権利がこれ規定されているんです、まあ、この中には開発への影響があるとか、資金調達が難しいとか、新型コロナがなかなか収束しないとか、こういった条件が挙げられているんですが、まさに今回の万博期間中の工事の中断というのはこれ開発に大きな影響を与えますよねというところで、これまだ事業者側が解除権というのを持っていますので、これ最悪の場合こういったところに行き着く可能性というのをまだ残されているという状況なんですね、うん、これ過去にはですね、実はこの解除権というのは一回問題になっていまして、京阪の中之島線なんですけれども、これ九条にですね、大阪メトロの中央線といって万博会場のすぐ近くにある夢島の駅に、つながっているところなんですが、この中之島から九条間を京阪中之島線延伸しようという動きがあったんですけれども、うん、これもやはり先ほど その解除権というのが残されているために、 IR の開業というのが本当にできるのか不透明だというところで、はい、京阪電鉄は一旦この2030年秋までの開業というのは断念しているということです、うん、大阪もこの、ね、IR を成長戦略の柱として現に掲げているわけで、まあ、それをまあこれからどうしていくのかという大きな課題もありますよ ね、 そうですね。先ほどから出ている追加負担に関して、まあ、今日大阪府の吉村知事はこれ大阪府市がまあ税金で担うものではないというふうに話しているんですが、うん、まあ、一方でこれ事業者側からもですね、これ予期せぬ費用負担ですので、うん、そんなにたやすく受け入れられるのかという問題もあると思います、うん、そんな中でポイントとなるのが実は今週山場を迎えそうなんです、うん、というのこれどういうことかと言いますと、はい、今週ですね、事業者側と大阪府市側で、まあ、その万博期間中の工事具体的にどうするのかという案をですね、うん、今作成しようとする動きがあるということで、はい、まあ、この案がまとまり次第、まあ、先ほどちょっと対立溝があったですね、万博協会側にも伝えるということなんですね、うん、ここで万博期間中に計画通り、まあ、少し縮小なんかもしながら、工事を続けられるのか、それとも、うん、工事が全くできずに中断するのかというところが今後の IR 大きなポイントというふうになりそうです、はい、もう建設に向けて先月中に解除権の放棄というのも本来であれば調整されるはずだったんですよね。そうですね、まさにこの解除権というのが関係者によると先月中にはですね、この放棄をして具体的に建設をしようとしていた中で、まあ、こういった万博の期間の工事という問題が出てきたので、まあ、今大変混乱しているというふうに言えると思います、はいはい、IR の問題はどうなっていくんでしょうか。ここまで平田記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。